はい。何これ。昨日、うん、私のめちゃくちゃ汗かいた事務着、上下セットで乗ってました。マジで臭い。これ、なんか、なんやろ、水滴ついてるけど。まあ、汗かいてるんです。ちょっと、香ばしい匂いするな。すごいな。これ洗濯するん？ここに持ってきたら、何でも洗濯きれいにしてくれるって聞いた。今日ミーティングの日じゃん。ついでにミーティングしながら洗ってもらえるかな。隙間時間しかできへんけど、綺麗にしましょうか。ありがとうございます。マジで臭くするためにいろんな器具します。筋肉痛、こう翌日に筋肉痛になるってめっちゃいいな。私こう2日後今日こことなんか撮影する予定ちゃうやん。めっちゃ生活感あんねんけど、とりあえず服は。そもそもやな、うち6人家族やね。めっちゃ洗濯も溜まってんねんけど。で持ってきたん、洗濯綺麗にはするけど、ミーティングするのに洗濯を持ってきた人初めてやから。ミーティングとミーティングの間に洗濯をするけど、これがリモートワークのこう醍醐味。集まったから今ね、温度が大事。これ冬なるとめっちゃ冷たいやん。42度ぐらいかな。ちょっと暑いなーっていうところ、お湯入れます。冬はちょっと厚めの方がいいです。なんでかっていうと部屋の温度が寒い。夏は暑いけど冬は寒いからお湯の温度が下がる。なんでこうお湯でやるかっていうと、お湯の方が洗剤の効果がめっちゃ発揮するので、お湯がいいです。これちょっとね、この私の家族のズボラさやねんけどさ、けどな、どんだけ洗濯スプーン入ってるんだよね。ちょっとこれ香ばしいから多めに入れます。通常は2リットルに3分の2ぐらいなんで、汚れがひどそうなやつです。結構香ばしかったから、ね、匂いがね。結構すごいやな。どうしたん、雨降ってたん？これやばいで、ちょっとやって、ほんまにやばいで。これ今つけ置きした瞬間やで。めっちゃ出てないこのお汁。これつけ置きした、つけ置きっていうか、もうつけた瞬間これ。40分、今からミーティングやし、つけ置きしますね。すごいよ。ちょっと、いや、これな、コーヒー？すごい、飲める？どんだけ汚れてるか。なかなかやね、これ。スポーツウェアの汗の証。すごーい。洗剤の香りで別に大丈夫だけど、流しますね。これまあ、仕事と仕事の合間にできるっていいね。もうこれは今日はどれだけ汚れてたかを見るために流したんだけど、本当だったらもうめんどくさいので、この洗濯機の中にそのまま入れます。はい、このまま入れます。でこれで、ちょっと汚な、これ。ちょっと待ってな、ここちょっと掃除しない、飽きませんね。急に来るからちょっと掃除してない人みたいになってか、掃除してないねんけど。で、洗剤入れたので、ちょっと洗濯していきます。お任せモードなんですけども、だいたい9分とかなってるので、これお任せはお任せモードのままにするとめっちゃもったいないです。でこれちょっと汚れがひどい場合は、12分ぐらいまで洗ってください。続きは3回の方がより汚れが落ちます。4回の方が落ちるけども、さすがにちょっと長くなるので、3回ぐらいでいいと思います。で、脱水ですね、4分。5分ぐらいでいいかな。ということで、スタート。通常より、やっぱすすぎ。つけ置きしていて、もう一回、追い洗剤をしている分、すすぎの回数は多い方がいいです。通常、ためすすぎと、注水すすぎで、お任せの場合は、ためすすぎなんですよ。ためすすぎと注水すすぎの違いは何かというと、ためすすぎは、一回、ドラムの中に溜めてから、排水して、で、脱水します。で、それを何回か繰り返すっていうのが、ためすすぎです。注水っていうのは、お水出しっぱなし。どちらが取れる、汚れが落ちるかっていうと、注水の方が汚れが落ちるんですけども、でも、さほど言ってもそんなに変わらないので、節水のことを考えると、ためすすぎの方がいいです。今から事務所に行きます。はい、
これが効率化の鬼のやっぱ便利ですか？便利は届けてくれるからでも冷蔵庫を掃除するので何が入ってるか分かってないから同じものをなんか2個頼んだりとかは結構あるあったけど、うん、それがなんかだいぶなくなったかな。まあ、まだあんねんけどこの やたらなんか生姜ばかり買ってる風邪防止とかあります。できました。いい感じじゃない？あ、いい匂い。ああ、ぜひめっちゃ。いい香り。あ、いい香り。最高。すごい。え、なんか、新しい新品になりました。買いましたっていうぐらいめっちゃいい匂い。これも。これやったらもう次またやる気出るんじゃないですか？おー、すごい匂い。洗濯の豆知識なんですけども、普通、襟売りのところから、入れようとする人多いんですけど、こうすると、襟ぐりのところはすぐ伸びます。なので、下から、必ずこう、こんな感じで中から入れてください。はい。今ちょっと寒いので、部屋もしか入れない。浴室乾燥です。閉めていただいて、勝手に持ってきて、勝手に閉めてほしいっていうのを、おこがましいんですけど。そうやんな。ちょっと、まあ、今日、まあまあ、新年早々っていうか、まあ、明けましておめでとうございますんで、ミーティング来て、香ばしいグッズを持っていただいて、今年も洗濯日和で過ごしたいなと思ってますので、こうご期待ください。これから毎週、家の汚いものすべて持ってくるんで。マジで洗ってきてください。オッケーということで、まあ、あくまでミーティングとミーティングの間の、まあ、隙間時間に、こう、パッと洗濯して、で、またミーティング終わって洗濯機にかけるっていうような、もう本当にもう忙しい中での簡単な工程なんですけど、それで良ければ。隙間時間にできるのが、はい、また、そうです、そうです。はい。なので、普段忙しい皆さんのために作っている商品なので、お役に立てればなと思ってます。忙しい社長を忙しくさせる。ほんまやで。計画立てたんやけど、今年。この余白の時間を持つって言うてる間にこの余白を埋め込むっていうね、ひのちゃんのね。埋めさせていただきます。はい。これからもお願いします。はい。では、ちょっとしたその洗濯のティップスとかも出てご紹介していきたいと思いますので、次回もお楽しみに。楽しみに。